ASEAN と日本で平和で繁栄したインド太平洋を共に作り上げていきたい。こうした思いを私から直接各国の首脳に伝え、そのために必要な具体的な協力を進めていくことで一致いたしました。また北朝鮮や南シナ海などのこの地域情勢について日本の立場を力強く発信をいたしました。拉致問題については複数の首脳からこの問題について協力していきたい、こうした力強い支援を得ることもできました。また明日の RCEP 首脳会議の際に日本は RCEP 協定に署名をいたします。会議ではインドの将来の参加も含めて自由で公正な経済圏を広げるという日本の立場をしっかり発信をして関係国の協力を得たい、このように思います。